ャーデビューをした、あの神戸出身のボーカルグループでベイビーブーというんですが、あの3年ぐらい前に新宿にあります歌声喫茶ともしびというですね、お店に通い始め、そこから日本の古き良き歌、歌い継がれている名曲たちを学んで、今レパートリーとして歌っています。今日はね、そういった曲をお届けしようと思っています。ぜひ最後まで楽しんでてください。で、あの僕らベイビーブーのことをね、あの今日初めて見るという方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、そんな方もあの一度は聞いたことがあるんじゃないかなというふうに思われる CM ソングを歌っていたグループなんで、ちょっとその僕らが歌っていた CM ソングをお届けしたいと思います。違いの分かる男、このね CM ソングを歌っていたのが僕たちベイビーブーなんです。で、見てもらって分かるように5人の声を重ねて音楽を作っています。ここからですね、ちょっとメンバー紹介をしながら声を重ねて音楽を作っていく過程をちょっと皆さんに、お聞きいただきたいと思います。まずは一番低いベースというパートがあります。ベースのユウです。ユウです、よろしくお願いします。ありがとうございます。ユウはですね、こんな感じで歌っているんです。そしてこのベースの一つ上のパートでバリトンというパートがあります。バリトンのケンです。ケンです、お願いします。さあ、このケンがここに加わるとこんな感じになります。そしてこのバリトンの一つ上のパート、テナーのユウスケです。ユウスケです、よろしくお願いします。さあ、このユウスケがここに加わるとこういう風になります。そして先ほどこうダンバダーで高いところで歌っていましたベイビーブーの一番高いパート、しのぶです。しのぶです、よろしくお願いします。さあ、このしのぶが最後に加わるとこうなります。こうやってね、声を重ねて音楽を作っています。最後にリードボーカルのチェリーと申します。ありがとうございます。それでは続いての曲をね、このままお届けしたいと思います。お聴きください。いつもの駅でいつも会うセイラー服のおしゃれ髪、もう来る頃、もう来る頃、今日も待ちぼうけ、明日がある明日がある明日があるさ、濡れてるあの心を見て誘ってあげようと待っている、声かけよう声かけよう、黙って見てる僕、明日がある、明日がある、明日があるだだだだだだ、明日がある
という名曲をお届けしました。続いて、お届けする曲なんですけども、僕ら先ほど言った歌声喫茶ともしびというね、ところにこうね足を運ぶようになって日本の古き良き歌を学んでレパートリーとして歌っているというふうに言いましたけども、その歌声喫茶というのをねご存じない方のためにちょっと説明したいなと思うんですけども、今から60年前にできた、お店で、文庫本ぐらいの大きさの歌集を見ながらみんなで合唱するお店を歌声喫茶というふうに言うんです。でその中にはねこう昔から歌われている唱歌やロシア民謡とか、童謡とかいろいろな曲があるんですけども、今でもこうねずっと歌い継がれている曲たち、そしてこれから歌い継がれるだろうなというような、曲たちもそういった歌集の中に入っています。続いてお届けする曲はさだまさしさんの曲で、かかしというね曲をお届けしたいと思います。今度いつ帰る